皆様ごきげんよう、ココ大野でございます。はい、今回はですね、先月11月の18日から発売になりましたこちらですね、黄色いポルシェとかと一緒にね、ネットでセット買い、5台セットで購入した1台、こちらですね、ホットウィールのブールバードシリーズ、ホットウィールの中でもプレミアムでお高いシリーズの中の1台ですね。はい、こちらのご紹介です。ベンツ 190E ね、えかっこいいっていうやつでございます。ということで、いつものようにまずはね、全体を見ていただきたいので、スマホを横にしてください。あ、何個が残ってるね。よし、こうやってね、スマホを横にしてもらうと大きくね、全体が見ていただけるんで、はい、今横にしてください。で、こちらですね、こういうパッケージです。で、裏側に行きます。裏側がこういう感じです。まあ、よくね説明してますけど、こちらね、英語の表記に日本語の、シールが貼ってある、マテルさんのね、日本のマテルさんがシールを貼ってるっていう状態の製品でございます。で、このまんま、また元に戻してもらいましょう。元に戻してください、すいません。はい、で、裏側のね、こちらちょっとね見ていただきましょう。2倍にドン、はい、こちら大野はね、このアウディも紹介してますね。で、ポルシェも紹介してます。で、ダッチのね、ヘミちゃんまだ紹介してないんですけど、これも紹介します。で、今回これですね。で、これも紹介したか、はい、だから今回これです。この後はね、ヘミちゃんに行こうかなとは思っております。はい、ダッチヘミちゃんね、これはね、日本ではそうでもないんですけど、海外ではすごい人気みたいですよ。まあ、大野も好きですけどね、はい、これね、今回全然大野の中では全く外れがないんですよ。なんかね、この、まあ、昔の年代的なね、いい車ばっかしが揃ってると思います。1倍に戻します、ドン。あ、違った。ね、で、こちらですね、はい、ということで、いつものね、大野開けでカットして開封して皆さん前に見ていただきましょう。はい、大野の場合は大野開けで開けますので、ここの刃はそんなにね出す必要がないです。で、ね、毎回本当にうざいように説明しますけど、大野の場合ここの透明部分はカットしないです。裏の部分をこの字にカットいたします。はいね、で、この字にカットした後はね、蓋のような形で、ここね、継ぎ目と継ぎ目が光でちょうどね、こうやって見えるっちゃ見えるんですよね。だからね、こうやってこっから下に、よいしょ。でね、ここでね、超硬くなったらここでね止まってるんです。はい、で、これで抜いてやって、こっから、おー危ない、こっからね下に、よいしょと、ここまで行ったらね、またここに透明のねブリスターに当たってカットができないぐらい硬くなりますので、で、それでこれも下まで、おお、危ない、よいしょ、下まで行ったか、うん、ここまで行ってますね。で、これで抜いて、こっから下にこれですね、ここで今ここで止まってます。はい、で、この状態でここがこの字にねカットできました。カットできてるかな、ちゃんとカポッと、あ、開きますね、ほら、こういう感じですね。で、カッターの刃を戻しといて、ここがこの字にカットできましたので、一番下の部分でグイグイグイッと折り曲げます。そうするとね、ここがドアみたいになりまして、横からピョロローンと出てきます。はい、いいですね。で、こうやってね閉めてしまえば、蓋のように閉めてしまえばね、ここがね、このビニールの、あ、ブリスタの部分がねグラグラしないんですよ。で、これいいのはね、こうやって開けるでしょ、開けて戻して入れて、またこうやるとね、ここがね紙と紙の摩擦でほぼね、もう、まあ、全くとは言わないですけど、こうここにね重みがかかっても、こっちはねそんなにこうヒンジの部分っていうかね、開かないんですよ、なかなかね、まあほぼ開かないです。はい、オンの今までの経験では開いたことがないです。ということで、こうやってオンの開けでございます。まあ皆様もね、
ここをカットしてた方で、なんかいい方法ないかな、ブラブラしない方法がないかなということ方におすすめします。まあ、あの皆さんね、好き好きですから、あの大野明をね絶対しろとか言ってるわけじゃないですからね、はい。まあ、あのグラグラするのが嫌な方はね、大野明で開けてもらえばいいんじゃないかなと思っておりますというところで、ありゃーかっこいいですね、これね。ただね、だいたい 2.5 リッターまで上げたこの 1.6 っていうのは、だいたいもう完全なレース仕様なんですよね。なのにこの渋い色合いにしたっていうのがね、ここだけが大野は納得いかないですね。これはやっぱりもう本当のね、ある意味こうゼッケンがついてたりとかね、ホットウィルらしさを満載した方がね、レース仕様にした方が良かったんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっと2倍にしましょう。ドン、はいね、オーバーフェンダーとかここら辺もね、ぼっこり感がね、ここもね段差があって、下のがこうでっかいんですよ、ここのね。けどね、このグリーンのね、グリーンだよっていうこの深いグリーンがちょっとスポーツ感が失われてますよね。あ、このね後ろのあのウィングもダイキャストのボディで、そのままちゃんとね、あの後付けのグラグラとかこうグニャーンって変形するようなタイプじゃないです。でここがね、フロントウィンドウにも東洋タイヤってね、わざわざ入ってるぐらい、なんかスポーツ仕様じゃなくてもうレース仕様のね、車種なのにこの色っていうのがね、ベンツのオーノン大好きなんですけど、これだけがチグハグ感が否めない、稲村ジェーンみたいなね。いや全然言っても意味わからんですよね、オーノンの話はね。でただホイールもね、かっこいいです。ホイールに関しては、シルバーメッキに中にゴールドっていうイメージで作られてるんですよね。でただね、ここもね一つ言いたいのが、このイラスト、まあイラストもこれに近づけて書いあの書かれてるのかな、ここがねオレンジ色のマーカーなんですけど、ここをね変にシルバーのマーカーのままなんでね、ウィンカーのままなんで、ここもね、ただどうなんだろう、レースとかだったらこれ黄色より、黄色とかオレンジよりもこのシルバータイプでね、電球だけがオレンジでこうのがかっこいいのはかっこいいですよね。まあ、フロントマスクもいい感じで作られてますよね。んこれね、なんか作り込みっていうか、この色が結局そうなのかな、なんかレース車っぽくないというかね、この色だったら本当にこうダンディーなね、金持ちが乗ってるっていう感じの色合いなんで、ここも欲しくないし、ここのね下の部分もこのイラストのようにちょっとね、ここのアンダーのところは黒かった方がかっこよかったのかな。なんかチグハグ感が否めないんですよね。かっこいいんだけど、かっこいいしね、ベンツ大好きだから、フロントマスクとかもしっかり本当できてるんですよ。で、ここのね、三ツ矢サイダーマークもしっかりありますしね。三ツ矢サイダーじゃねえよな。誰か心で突っ込んでください。で、後ろもね、いい感じなんです。けどね、この、やっぱりこの、ダーク色が合わないっていうか、こう目立たないですよね、この担保のね、赤の部分とかね。だからね、全体的になんかよくできてるのにもかかわらず80点ぐらいかな。生ゴム、ゴムのタイヤ履いてます、しっかりね。なんかちぐはぐ感が否めない。メルセデス・ベンツの 190E2.516、ちゃんといいんですよ。で、あのなんか雑感がないです、これ。あのすごい丁寧に作ってる感ですね。シャーシも、ちゃんと亜鉛合金、鉄で、メタルで、艶消し塗装。だから、すごいシックな感じに仕上がってます。で、タイヤもね、レース仕様は割とこうスリックタイヤっていうかね、目がないんですけど、これ目がちゃんとあります。はい。で、横にね、あのラインも白いラインが、これゴールド？いや、シルバーじゃない、白のラインがこうベーってこう両側にねしてあるんですけどね、
あとね、強いて言えばここの、窓枠の部分は艶消しの黒で塗ってほしかったですね。ちょっとテカテカ黒なんで、なんかとにかくね、かっこいいのにちぐはぐ感が全体的にね否めないよっていう時代です。はい、ということでね、次はね、とにかくね、新製品買いすぎてもうちょっと動画が追いついてないんでございます。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次はね、この動画を撮った後に考えますのでよろしくお願いします。あ、というか今日、明日というか今日ですよね、土曜日だから。今日はね、確かこのベンツのこれと同じじゃないけど560かなんかのやつかな、シルバーが発売日だったんじゃないですかね、多分。はい、間違ってたらごめんなさい。ということでご視聴ありがとうございました。はい、また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。高尾のチャンネル。